日本の作動。日本の作動では、主に日本における普通作動、ロープウェイゴンドラリフトについて解説する。なお、作動は、日本の法律では、鉄道事業法により運営されるが、鉄道事業ではなく、作動事業に分類されているため、鉄道の一種とされることは少ない。日本では、作動を架空した作業、ワイヤーロープに、反旗、 ゴンドラを懸垂して旅客、または貨物を運送する施設の総体と定義している。半期の形状別によって、以下のように大別される。また、運転の仕方、削除の本数などによって、以下のように分類しており、それぞれの組み合わせによって区別している。日本では、古くから山間部の川などに、野縁、釣り船などと呼ばれる原始的な作動が使用されている例があったが、 現代的な構成の作動は1890年、明治23年に、足尾銅山で貨物輸送用として採用れた単線固定循環式のものが最初である。舗装峠に仮設され、設備式をアメリカ合衆国から輸入し、アメリカ人技師を雇って運用した。後1902年、明治35年には、足尾銅山の技師であった玉村祐介が独自の方式である。 玉村式作動を考案し、1907年、明治40年に玉村公務所を設立して、創業を開始し、貨物用作動の国産化が図られた。一方、旅客用としては1912年、明治45年に、大阪市に開設された、新世界の初代通天閣とルナパークを結んで、仮設された作動が、日本初である。設備意識は、 イタリアのセレッティタンファーニ社が製造、施行した、試作、英作一本ずつで走行する方式で、半機は、開放式で定員4人であった。1920年代まで運行された。また、1914年、大正3年に、東京市で開催された、大正博覧会では、忍ばず池の上空に作動を仮設して運転したが、博覧会終了とともに撤去している。 1915年、大正4年に安全作動商会、現安全作動が設立された。同社は1921年、大正10年、奈良市内に試験用の作動を建設し、旅客用作動の研究を開始した。1927年、昭和2年には、キー自動車が三重県の矢野古峠に旅客用の作動を開業させた。 安全作動紹介が受注した。矢野子峠は、尾瀬町、現尾瀬市と木本町、現熊野市を結ぶ道路の途中に、あ峠で、当時のバスでは、途半が不可能であったため作動がかけられたのである。全長線254メートル、高度差382メートルで、一本の作上に、定員2名の半機を25個吊り下げる、単線循環式であった。 これを日本初の旅客用作動とみなす資料もある。この作動は約10年間にわたり運行したが道路が改修され1936年10月省営、自動車機南線、大瀬大城木本間の営業開始により休止撤去されている。翌1928年昭和3年には福岡市の阿多子山に阿多子作動が開業した。あた作動ではし、 作一本、英作二本を用いる参戦構想式を初めて採用した。同年には仙台市で開催された東北産業博覧会でもロープウェイが運行された博覧会終了と共に撤去ほか、京都市の比叡山にも京都伝統の運営する比叡材空中ケーブルが開業した。翌1929年、昭和4年には奈良県の吉野山に 吉野大峰ケーブル自動車が運営する吉野ロープウェイが開業し、続いて1931年、昭和6年に神戸市の六甲山、六甲登山架空作道に、1932年、昭和7年には三重県の二見ヶ浦、二見ヶ浦旅客作道に、1933年、昭和8年には栃木県の日光、日光登山鉄道に開業した。 1939年、昭和14年に埼玉県の三部山に開業した秩父鉄道の三部ロープウェイは延長1768メートル、高度差615メートルに及ぶ当時としては日本国内最大規模の作動であった。しかしロープウェイのほとんどが観光や参拝を目的としたものであったため、1941年、昭和16年に勃発した。 太平洋戦争の戦局悪化により、生活路線でもあった、吉野ロープウェイ、ミブロープーヨのぞく五路線は、ケーブルカーと同様に、不要不急の施設とされ終戦前に廃止された。戦後復興が進み1950年、昭和25年頃から、観光需要が高まったのを受け、ケーブルカーでは、戦時中に撤去されていた路線が1950年代に、復活する例も多かったが、 ロープウェイの復活は1950年に復活した明智平ロープウェイの一例のみにとどまっている。しかし、新規開設も行われ、1955年、昭和30年時点では、日本国内にケーブルカーが19路線にあったの対して、ロープウェイ、普通作動は12路線にあった。1五十六年、昭和十一年、山形交通、現、山高が、 山形県のザオ連邦に世界初の参戦自動循環式ロープウェイ、ザオ中央、ロープウェイを開業した。設備、半機は日本ケーブルが製造した。また、半機の大型化も進み、同年には定員30人の半機も登場している。星印、主に陶器のみ、営業のスキー場の普通作動。青森県、岩手県、宮城県、秋田県。 山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、賀県京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、長崎県、大分県、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。